はい。ダイワピアラブです。木原育子さんのモデル時代についてお伝えしていきたいと思います。木原育子さんは1990年代にかわいいという雑誌で モデルをしていました。かわいいという雑誌は、松浦大輔さん、小動員さんの、松浦グループの参加にありました。えー、まあ、以前もね、言っていたように、えー、この木原一子さんや安田種男さんというのがね、 えー、まあもうモデルをしていて、えー、そのね、上部組織に、えー、この雑誌のね、上部組織に、えー、松浦グループ、統一協会総価学会があるんだよということをお伝えしておりました。うんえー、このかわいいという雑誌はですね、えー、90年代は、えーまあ、ギャル向けの雑誌ですね。うん、で、それが、えー、その後ですね、 S かわいいという雑誌に変わっております。うんえー、このかわいいという雑誌にはですね、えー、この木原育子さんなどが出ていたんですが、その後にですね、えー、この AKB48 の、えー、板野智美さんも出ておりました。うんえー、この板野智美さんもですね、もともとはこの ABEX の養成学校にいたりとかしてね、 えー、非常にこの松浦グループと関係が深いという人になります。うんえーえー、1997年の9月号ですね、こちらはね。うん、で、この時のですね、えー、名前、まあ、旧姓ですね。旧姓が、えー、船本育子さんということでした。うん、で、えー、この可愛いとかエス可愛いというのはですね、 主婦の友社という出版社から出てるんですが、えー、この主婦の友社の、えー、主要株主がですね、えー、こちらがツタヤなんですよ。カルチュア・コンビニエンス・クラブですね。うん、で、まあ、このツタヤというのがですね、こちらも、えーまあ、松浦大介さん、ちょうどいいんさん、えー、や、まあ、松浦グループですね。松浦グループ、 そして、総価学会統一協会の、まあ、事実上参加にあるということですね。うん。えー、こちらの右が、えー、木原育子さんになります。うん。えー、まあ、非常にね、美人でおしゃれですね。うん。 そして、木原育子さんは、ウランという名前で CD も出していました。えー、原始のウランのように、底知れぬパワーを秘めてデビューと、えー、書かれておりました。うん えーまあ、このようにですね、えー、木原育子さん、えー、そして、えー、安田種男さんですね。安田種男さんはですね、まあこれは前回もずっと言ってるんですが、えーまあ、そもそもですね、これはもう、おこのまあモデル時代、そしてその前のですね、えー、この三着連帯、ね、関東連合三着連帯の時からですね、もうすでにこの、えー、松浦グループ、 え、統一協会総価学会のこの参加のですね、えー、まあ、エージェントであったというわけなんですよ。うん、ご視聴いただきありがとうございました。